はいどうも、こんにちは、クレイです。というわけで今回はタイムスリップ第2弾全選手能力徹底評価やっていきたいと思います。はい、というわけでございまして、タイムスリップ第1弾に続いて2020シリーズ2回目の特別リアリティの評価でございます。今年はですね、通常選手の能力評価っていうところも動画化しておりますので、まずいいですね、この評価動画特別リアリティしか見てなかったという方はですね、ぜひ概要欄再生リスト等々から見ていただければと思います。はい、というわけでございまして、今回のタイムスリップ第2弾なんですが、累計が 33% の契約書なので確定で手に入るっていうわけではないんですが、まあ、すでに累計が終わって、タイムスリップ獲得できた方はその選手だけ見ていただくもいいと思いますし、まあ、あとはガチャ悩んでる方はね、狙いを想像しながら全選手見ていただくのもいいのかなというふうに思いますので、プレイスタイルに合わせてね、楽しんで見ていただければと思います。で、あとは現時点で通常の S ランクが登場しているポジションが今回は大半なんですが、その辺に関しては通常選手との比較もしていきますので、そこは特にね、注目ポイントになるかなと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、というわけでございまして、早速ね、評価の方やっていきたいと思うんですが、いつも通り評価は特 A、A、B プラス BC の5段階でやっていきたいと思います。で、それを決める上で5つの部門でそれぞれ5段階評価をしていきます。デフォルトの能力、称号を含めた能力、特殊能力、限界突破のシアスタージ操作面ですね。で、いつも言ってますが、称号を含めた能力の部分では特殊の要素、あとは自操作面の部分ではリアタイの要素もね、一部含まれております。あとは結構最近始めた方からね、凸のシアスタって何ですかってコメントがつくこともあるんですが、限界突破のシアスタのことを指しております。で、あとおすすめの使い方は置くべきだ順付けたい称号、投手に関しては球種の数、 B 球種以上の数もね合わせて表示するようにしております。あとはさっきも言いましたが、同ポジション内でのランキングですね、これかなり重要になりますので、ぜひ注目してみていただければと思います。はい、というわけでございます、早速やっていきましょう。まずは1人目西武西口選手でございます。こちらに関しては評価 A とさせていただきました。まあ、この西口選手に関してはデフォルトの能力に関しては完全スタミナ型で、称号含めても完全スタミナ型というところは変えられないんですが、まあ、称号試合では球威 A もね狙える形になりますので、まあ、そこが付けられると2つの能力が A になるので、かなりいい能力になるのかなというふうに思います。まあ、ちょっと悩んだのは限界突破の部分ですかね。過去シリーズ TSOB がね何年か登場しているので、長く遊んでる方とかで西口選手限界突破進むよって方も多いと思うんですが、ただ最近始めた方とか、その過去シリーズ取れてない方に関しては限界突破やっぱりきついので、こういった評価になってます。で、自操作面の評価に関しても悩みました。昨日僕自身も動画を出させてもらいまして、まあ、その動画も合わせてぜひ見ていただければと思うんですが、まあ、ただこの西口選手に5を上げないと、正直他のピッチャーがなかなかかなり厳しい査定になっちゃうかなというふうにも思ったのと、また本当にルール次第で、大会の今後のルール次第では大きく変わる可能性もあるので、まあこういった評価にさせてもらいました。あとはポジション内ランキングに関してはそこまで高い位置づけではないですね。投手3ステが現時点で第21位、総合6ステが25位っていうね位置づけになってます。続いてソフトバンク澤手選手でございます。こちらに関しては評価特 A とさせていただきました。ここは今回1人目の特 A なんですが、まあここはもう文句ないでしょう。やっぱり今回の間違いなく目玉ですし、特に去年とかね、なかなか一軍投げれなかったので、通常の S ランクっていうところもやっぱり厳しいかなというふうに思うので、過去シリーズからの継承もね、したい選手になるかなと思うんで、かなりの方がここを狙いに上げるんじゃないかなと思います。で、限界突破の部分に関しては5でもいいのかなとも思ったんですが、直近で多分通常の A ランクってしばらく出ない気がするので、最近始めた方とかに関してはきついなっていうところで、こういった評価になっています。で、まあ、球種に関しても5球種で B 球種以上2つ、ストレート S、スプリット A っていうところはかなり素晴らしいかなと思うんですが、ただまあ、自操作の部分に関しては非表示以外ではなかなかリアタイ等々ではきついのかなっていう印象ではあります。ただ、ポジション内ランキング見ていただいたら分かると思いますが、当初の3ステは第1位、総合6ステは第7位というところで本当に最強の守護神であることが分かるかなと思います。最後一応比較出しておきますが、こんな感じでございまして、西武の増田選手ですねと並んで3ステに関しては第1位という形になってます。まあこう見ると改めて増田選手がやっぱ強いなっていうところが分かるかなと思うんですが、まあ9位に関しては圧倒的澤手選手がナンバーワンですねというところでございます。続いて楽天鉄平選手でございます。こちらに関しては評価 B プラスさせていただきました。ここに関してはですね、まあ正直ここも悩んだ選手で、こういったタイプの選手って本当に評価難しいんですけど、センターに関してはやっぱりかなりいい選手がいる中での、比較になっていく中で、まあこういった評価になるかなというふうに思います。まあセンターが現状なかなかいないとか、あとは楽天の野手がどうしても欲しいっていう形であれば、この鉄平選手は本当に使いやすい能力になってるかなと思います。あとは特殊能力的に、阿部比チャンスメーカー持ちなんで、まあ打順的には、スタメンで置くなら1番から3番に置きたいなっていう、形で評価をさせてもらいました。で、ポジション内ランキングに関しては野手3ステが7位、総合6ステが8位というところなんで、まあ現役を差し置いてまでっていう能力ではないかなと思うんですが、まあセンターに関しては最後ね、ちょっと大和選手のところで比較出そうかなと思ってますので、ここでは割愛いたします。続いてロッテ今井選手ですね。はい、こちらに関しては評価 B プラスさせていただきました。まあここもデフォルトの能力で A に乗ってるミート A っていうところは非常にいいかなと思います。で、称号試合ではパワー B とかにも乗るので、まあ、見た目的には良くなるかなと思いますし、サードの守備に関して
ては元々がね B あるので、で B かつ積極っていうところではポイント評価のところでも言いましたが、サードの中ではかなり高い位置づけになるかなと思います。でまあそれもねポジション内ランキングがかなり、しっかりと証明してまして、サードの中での総合6ステ、守備も含めた6ステでは第2位というね高い位置づけになっております。でこの今井選手サードの比較に関しても、この後原選手が出てくるのでそこで、させていただきます。続いて日本ハム吉川選手ですね。はい、こちらは評価 A とさせていただきました。まあここもね難しいなって感じはあるんですけども、上から4-4-4-3-4というね評価にさせてもらいました。ただ吉川選手に関してはまだ現役の選手なんで、今後の活躍次第、通常の A ランク等々の配置次第では限界突破のしやすさは大きく変わるかなと思うんですが、まあ直近はそんなに通常の A ランク多分出てないと思うので、こういった評価になっています。自走スタメンに関しても悩んだんですけども、まあドロップカーブ、スローカーブでツーシームがね現役のもの、通常のものはあったかなと、過去のものあったかなと思うんですけど、タイムスリップに関しては消えてます。まあタイピンがついてるっていうところは悪くないんですが、球種的な部分でも結構ね、その現役のものとは差があるかなというふうに思いましたので、こういった評価になってます。でポジション内ランキングに関してもそこまで高い位置づけではないんですが、ただまあ QEA で、まあ、先発としての能力としてはね、全然悪くないかなと思います。続いてオリックス中島選手ですね。はい、こちらに関しては評価 B とさせていただきました。まあここに関しても本当に一番今回悩んだ選手と言ってもいいかもしれないですね。まあ C か B か B プラス、この3択ではあったんですけども、まあはっきり言ってデフォルトの能力この3戦に関してはそんなに高くないですよね、というところで2の評価をさせてもらったんですけども、ただ称号試合では全動値68の全動値とかが狙えるので、まあそこに関してはワンランク上げさせてもらいました。であとはキャッチャーとしての能力としてやっぱり一番大事な肩ですよね。ここが S92 というところで、まあ例えばリアタイの部分でねキャッチャーの選手に代打を出して、その後に出す選手としては本当に素晴らしい、もう十分すぎる能力になるかなと思います。で特殊能力に関してもキャッチャーとしては本当に素晴らしい3つ、まあ逆境に関してはちょっとあれですけど、その他2つはキャッチャーとしては最強の能力なので、ここは素晴らしいかなと思います。であとはキャッチャーの中での位置づけもこのランキング見ていただいたら分かる通りそこまで、低くはないです。まあめちゃめちゃ高いってわけでもないですが低くもないので、改めてちょっと現役のキャッチャーの、ね、評価動画とかを見返してきて、まあこの位置づけだったら B かなっていう風に考えております。ただ限界突破がきついのがネックではありますね。まあそこの部分がネックではありますが、まあ純正以外は無理に限界突破コーチをつぎ込んでまでリアタイとかで使う必要は正直ないかなって感じであります。はい、続いて巨人原選手ですね。はい、こちらに関しては評価特 A とさせていただきました。ここねちょっと実は去年の、タイムスリップの時に全く同じ能力で出てるんですが評価 A っていう形にしていて、で今回も同じ能力で出てきたんで本来であれば A にすべきなのかなと思うんですが、今回は特 A に評価を変えさせてもらいました。でこれなんでかっていうと、まあ本当にちょっと最後は位置づけの部分なんですけども、ポジション内ランキングで考えていった時にこの原選手を特 A にしないとサードの特 A の選手が小笠原選手一択レベルになっちゃうというところで、まあ全体的に見た時に、まあ、他の野手のポジションとか全体で見た時にはミート A に乗ってない時点で能力 A2 つないんで、まあ、特 A 評価をつけることってあんまり僕自身やってないんですけど、ただサードというポジションの中で見ていった時にはやっぱりこの原選手は特 A にすべきかなというふうに思ったので、こういった評価に変えさせてもらいました。で、主なサードとの比較出しておきます。こんな感じでございます。はい、これ打撃の3ステのランキングですね。1位が小笠原選手で232でトップなんですが、それに次いで第2位という位置づけになってます。でさっき飛ばした今井選手に関しては上から第7位ですね、といった評価になってます。まあここに関しては小笠原選手を取れていればそこまで無理して取りに行く必要はないかなと思うんですが、まあ、もし現状ねサードがどうしても欲しいという状況であれば、この原選手に関しては60連して取りに行く価値もあるかなと思いますし、まあ、もし累計とかで当たった方に関しては限界突破コーチ等々を使う価値もある選手かなというふうに思います。続いて DeNA 石井拓郎選手でございます。はい、こちらに関しては評価 A とさせていただきました。ここはですね、まあ、デフォルトから A 能力が2つっていうところは非常にいいかなと思います。で守備に関しても A なのでそこもかなり高い評価になると思うんですが、さらに称号試合でですね、脅威のスラッガーだったり発散のスナイパー等々が決められると、ミート総力の、同値82の同値とかになってくるので、まあ、そうなった時にはさらにワンランク上がってくるかなというふうに思っています。で特殊能力的にはチャンスメーカー、片目打ち、盗塁というところなんで、もうこれは完全に 1,2 番向きな、選手になるかなと思います。で、ポジション内ランキングも見ていただいたら分かると思いますが非常に高い続けになってます。野手3ステが第2位、総合6ステが第1位という評価です。で、ショートとの比較出すとこんな感じですね。はい、まあやっぱり第1位はもう皆さん知ってると思いますが坂本選手が240でトップなんですけども、それに次ぐ229で第2位というね、評価になっております。でその下の現役選手とも差が開いているので、まあ坂本選手が取れていれば当然ね無理に行く必要はないかなと思いますが、まあショートとしては非常に素晴らしい能力であることが分かるかなと思います。続いて阪神大和選手でございます。こちらに関しては評価 B とさせていただきました。この大和選手もね、てかこういうタイプの選手は本当に評価がめちゃめちゃ難しいん
んですけど、まあ上から33352というね評価にさせてもらいました。まあ限界突破の部分に関しては当然 DeNA の大和選手も使えるので A5 という評価でございます。であとはまあやっぱり評価すべきはこの守備ですね。はい、守備が本当に素晴らしいのが大和選手の特徴なんですが、その守備が引っ張ってですね、野手の3ステは12位という位置づけなんですが、総合の6ステが第1位というね、非常に極端な、ポジション位置づけになっております。で、主なセンターとの比較を出すとこんな感じでございまして、センターの中での位置づけだと青木選手の429というね総ステと並んで第1位という位置づけになってます。表の3ステの部分に関しては柳田選手と約40ぐらいの差があるんですけれども、その分守備でね40ぐらい差をつけてトップに立ったっていう感じです。まあだからといってじゃあ大和選手が最強のセンターなのかって言うとまた違うんですけど、ただまあこうやって改めてデータで見ると面白いよねっていう話でございました。続いて広島横山選手でございます。はい、こちらに関しては評価 B プラスさせていただきました。ここに関しては上から34423というね評価でございます。まあやっぱり一番は称号で QA が決められるかどうか、ここで大きく評価は変わるかなと思うんですが、まあ中継ぎの中での位置づけとかも見ていただいたら分かると思うんですが、そこまでめちゃめちゃ強いっていうね位置づけではないかなと正直思います。ただこれもね確か生放送だったかなとかで言ったと思うんですけど、やっぱり広島のねこの時期の中継ぎといえば横山選手、そして抑えの長川選手って印象が非常に強いので、まあ広島ファンにとっては必須の一人になるのかなというふうには思いますね。続いて中日与田選手ですね。はい、こちらに関しては評価 B プラスさせていただきました。まあここもほとんど横山選手と評価が変わらないっていう感じではあるんですが、まあここに関してはやっぱり QEA まで持っていけるかどうか、ここで評価が変わるかなと思います。で限界突破の部分は一応2016でタイムスリップ1回登場してはいるんですが、もうその時の S ランク A ランク持ってる方って本当に少ないと思うので、今回の評価は1という形になってます。でポジションの A ランキングに関してはですね、実はこれ投手の3ステ抑えが14人中の14位なんですよね。これに関してはちょっと意外ではありましたが、まあ、現役の選手と比べてもかなり低い位置づけになってしまっているのがこの能力の現状ではございます。また4球種っていうところもちょっと辛いところではあるんですが、まあまあ中日枠とかに困っているっていう状態であればとりあえずオーダーで使うのもありかなって感じですね。で最後はヤクルト石井選手でございます。こちらに関しては評価 A とさせていただきました。まあここも正直迷いました。ポジション内ランキング見ていただいたら分かる通り本当に中継ぎでかなり高い位置づけではあるんですが、ただ自走作面とか総合的なことを考えるとまあ A 評価っていうところが妥当なのかなというふうに思いました。で正直無理に限界突破コーチをつぎ込む必要もないかなっていうふうに思うので、こういった評価にはなっているんですけども、ただ、中継ぎとの比較出すとこんな感じでございまして、先日ね能力が上がって第1位になりましたってお話をしたばっかりなんですが、その宮西選手を追い抜いて、第1位になりました。ここに関してはスタミナのアップがですね、大きかったかなと思います。過去のシリーズよりもねスタミナが今年の、タイムスリップで上がって、227っていう数値になったんですが、第1位に出ている山口哲也選手とかも、追い抜いての1位になりました。まあちょっと惜しいなっていう感じだったのは制球かな。制球の部分があと1あって AA っていう能力まで持っていけるっていう感じであれば特 A に持っていってもよかったかなって感じでしたが、まあ、ただ本当に能力的には素晴らしいことは変わりないですし、中継ぎがいないという状況とか、あとはヤクルトの S ランクがなかなか手に入ってないという状態であればこの石井選手中継ぎに置くのは OK かなと思いますね。はい、というわけでございまして以上ですね、先日から登場しているタイムスリップ第2弾こちらについての選手徹底評価やっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ今年のタイムスリップ第2弾に関しては登場したタイミングでも言いましたが、めちゃめちゃ全体的に、高い選手がめっちゃいるってわけではないかなと思うんですけども、まあそれぞれの、評価的には悪くない選手が非常に多かったかなと思います。うん、というところでまあこの第2弾に関しては正直現状のオーダー次第で結構獲得したい選手がたくさんいるっていう人もいれば、まあそんなにないなっていう方も、極端に出る、差が出る段かなというふうに思うんですけれども、まあ、ぜひねこの動画を通して少しでも皆さんの参考になっていれば幸いでございます。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこのだければ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォロー等々よろしくお願いいたします。次の特別レアリティ評価はエキサイティングになるのかな、おそらく6月の中旬とかに出てくると思いますので、特別レアリティの評価はおそらく次はエキサイティングになると思います。またタイムスリップに関しても去年であればここからさらにあと4段構成で出てくるので、ぜひ引き続きね楽しみにして待ちたいと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。